はい、今奄美大島あたりを通過してるんですが、来る時も思ったんですけど、これ今帰りなんですけどね、来る時も思ったんですけど、これ徳之島ね、いやこの横手島って横手島っていうこのなんかクエスチョンマークは何なんでしょうね。やっぱあまりはっきり分かってないからなのかな。これがすごく気になってしまいました、はい、誰か分かる方、おられる方教えてください。それとあれですね、宝島なんてあるんですね。宝島なんてね、なんかすごいね、面白いね。宝島ってやっぱ宝の山が眠ってんのかな。僕個人的にね、面白いなって思ったのが、この 3D 画面で、あら、一回ちょっと、はい、ね、マイフライトで、これはホームの画面です。マイフライトで、でさっきの。なんか結構トイックでも出ますからねアルティテュードで、ね、あ、ちょっと夜が明けてきました。なんか早くもこの高知県とか田辺新宮市の種子島、ね、横手島ってかね、宝島、この辺面白いね、本当にね。日本にこんなところあるんだね。で、愛する若娘は寝てます。はい、以上です。